産休の障害厚生年金を受給中のですね、60歳代後半以降の、経営者の方が役員報酬最適化を活用した、年金復活プランですね、こちらの方を採用された場合の、効果はどうなるかということを見ていきたいと思います。でまずですね、基本的なことなんですけど、65歳になられても障害厚生年金産休とですね、老齢厚生年金等を両方いっぺんにですね、両方もらうということはできないです。どちらかを選択いただくという形になります。であとはですね、65歳になられますと、老齢基礎年金というものもですね、受給権が発生しますので、この老齢基礎年金と老齢厚生年金とはですね、両方同時にもらっていただくことができます。で老齢厚生年金のですね、年金額計算をする場合、60歳以降のですね、この厚生年金に加入された期間、厚生年金保険料も払われたわけですけれどもね、その期間は無駄にはならなくて、65歳以降の、厚生年金、老齢厚生年金の額に、反映することになります。であとはですね、60歳代前半とは違いまして、65歳以降の老齢厚生年金、報酬比例部分ですね、こちらの方は、年金復活プランを活用いただいて、報酬の支払い方を変えればですね、年収を変えなくても、報酬の設定によっては全額受けていただくことも可能になります。あとは、老齢厚生年金、65歳以降の老齢厚生年金については、配偶者下級年金額ですね、こちらの方も要件を満たせばつきますのでね、65歳未満の、生計を維持している一定の要件を満たす65歳未満の、配偶者の方がいらっしゃればですね、これは配偶者下級年金額もつきますので、その場合はさらに年金額が増えるということにはなります。ですから60歳代前半はですね、障害産休を受けながら、障害厚生年金産休を受けておいて、で役員報酬最適化の効果としてはですね、社会保険料が安くなるという効果だけを受けておいて、で65歳以降はですね、その社会保険料削減という効果を引き続き受けながらですね、老齢基礎年金、老齢厚生年金の方をですね、受給するという選択肢もあるということになりますね。経営者の方の場合はですね、一般的にはその老齢厚生年金は報酬との調整があるから、もう通常全額あるいは一部ですね、支給停止になってしまうという前提で考えておられる経営者の方が多いように思っています。ところが役員報酬の支払い方を変えることによって、老齢厚生年金が場合によっては全額受けられるということになりましたらね、老齢基礎年金、老齢厚生年金を受ける方が得ということもありますのでね、経営者の方の場合はこういった選択肢も一つあるということをですね、この選択肢はあまり知られてないと思いますけれどもね、ご参考までに、情報を提供しておきます。ご関心がございましたらお問い合わせください。